なんで？何で見てんの？何で見てんのってなるじゃん。ちょ、聞いて！あのね、いとこっていうのかな？いとこがいるんだよ。あの、うちの家族？だと、うちのお兄ちゃんといとこが、結構、そういう、VTuber だったりが好きな人なんだけど、私には連絡が届いてないけど、いとことお兄ちゃんがすごい仲が良くて、おう！NO！ すごい仲が良くてね、よく喋ったりするらしいんだけれど、カジとはね、あんまり喋らないんですけれども、お兄ちゃんにね、そのいとこの方が、お前の妹の切り抜きがおすすめによく乗るっていうので、連絡をしてて、それをまたスクリーンショットして送られて、カジの方にね、お兄ちゃんがね。で、なんかね、母からも来てて、毎日配信見てるよって、って来てて、は？は？なんで？なんで？何で見てんの？何で見てんのってなるじゃん。だって教えたことないもん。ねえ、マジで、は？ってなってたんだけど、それがね、個人的に最近感じの、激落ち込みエピソード。教えたくなかったんだよな。だって、配信でこんなバリバリ叫んでるし、見られたくないに決まってる！だって部屋掃除してないとか親には言ってなー！ I am not there. あーもう最悪。バレてるらしいんです。あーもうやだやだやだよー。あのね、うちの家族は配信を見たりはしないのよ。切り抜きを見てんのよね。でも、切り抜きってさ、正直、変なこと言ってることしか切り抜かれてないじゃん。わかるか？だから頼むよ、マジで。全国の切り抜き師さん、いい感じのことだけ切り抜いてくれよ。なんかこう、辻褄が合うようにして、音の世界で。実は、めちゃめちゃ仕事ができる。めちゃめちゃ洗濯ができる。めちゃめちゃ自炊レベルが高いみたいなのを切り抜いてくれよ。頼む。だって、来たんだもん、兄から。兄からね、ちゃんとご飯食べなって。来たもん。ねえ、なんで？ね、こういう汚いのあんまり切り抜かないで。親が見てんだ。ああ、バレちゃったわ。いとこのせいで。送んなよ！一人で見ろよ、てめえ！あ、これは切り抜いていいです。お前さ、送ってんじゃねえよ！親に！一人で楽しめってんだろ！なんで送るんだ。